まあオリジナリティなものが欲しいなと思って、さっき加工場で積んだサーモンを航空周波に下ろして、で今から原料のサーモンを積むんやけど、積めますよの連絡が来るまであっちのトラック待機場で休憩します。マスク取ります。これ一番滑りにくいです。普段は何段ぐらいなんですか？6段6段あ、じゃあいつも通りです。何キロぐらいなんですか？一箱25キロ。 25? 一番最初とかやばくなかったですか？最初はしんどかったね。まあでも毎日やってたら慣れます。筋肉痛になったりしないですか？毎日筋肉痛膝使わない、ちょっときついね。すいません。あ、そうです。夏場はもう湯気出てますから、だからここで行けますよ。全身使う感じ。全身使うね。きついなって思う時。きついなって思う時。半分ぐらいまでは順調くいくけど、途中からスタミナ切れる時。後半あたりから。そう、あといつも大型の人めちゃくちゃ速いから。これでやっと半分っす。これでやっと半分。今半分。積む時の注意点とかってあるんですか？ラベルを外向き。あ、外向きなんですね。結構密着させないとダメですよね。あ、そう、だから二段で切る。加工場に、はい、そのままもうすぐ卸しに行って、ね、会社で着替えて
大事。どうですか今の体力的には。はい、全然大丈夫。慣れ、もう2年半やからだいぶ慣れてる。よいしょ。これ何の作業ですか？これはアドブルーさせてます。今は出勤した時にせなあかんけど、よく物忘れするんで、うん、そういう感じで遠慮が降ったっけみたいな。